よし、今日も日本の安全を守るため、汗水流して取り締まるぞ。最近は交通違反が増えてるからな。人手不足だわい。よっしゃ、行くぞ。<laughs> 風もいい感じだわ。今日はたくさん研究できそうな気がするぜ。で <laughs>、大阪県警の田淵です。速度超過ですね。<laughs> え、何あれおい、白バイがパトカーに捕まってるぞ。やばー俺白バイだけど、速度超過で捕まったえー、あの、田淵さん。同じ警察ですけど、すいませんね。見過ごせなくて。い,いえ、あの、少し速度超過だったかもしれませんが、取り締まり中なので、ここは多めに。はい、私もそうしたいところなんですが。はあ。 山田さん、25キロ制限の細い街中の道路を120キロ出して暴走してましたよ。あえ、えしまったあそこ25キロ制限かあと信号無視3つ連続されてました。警報灯もつけず、しまった確かに信号無視したわあと踏切の一時不停止、車線変更の際のウインカー不表示、車道じゃなく歩道走行600メートル、高速道路逆走7キロ、警察手帳はあ、家にあります。すべての違反を含めまして24点の減点で一発免停です。あ、終わった反発したけど、これだけ違反しとって当然だった。は、メンテ あまりに違反多すぎて、見過ごせませんでした。白梅免許取られたのはいつですかえ、いや、先月です。先月はい。白梅の仮免許試験合格したので、そのまま実物乗ってます。はってことは、免許をもらったのい,いえ。じゃ、そもそも無免許やん。えあ,あ、そもそも俺免許すらまだ取り切れてなかった。おんぎゃあどうかわしいよ警察になってまだ半年なのに、これはあんまりです田淵さんはどこの所属ですかあ、まだ僕も警察学校の生徒でして、休日にパトカーこっそり乗って、今謙虚の練習してるだけです。お前もかいお前もパトカー無断しようやんてかまだ正式な警察でもないんかい とりあえず先輩としてお前に話すことがたくさんある。とりあえず飲みに行こう。はい、そうしましょう。あ、えこの件は今日の飯はわしがおごろう。国さんアニメは LINE スタンプを4種類販売しています。ぜひ見てみてね。購入リンクは動画のコメント欄と概要欄から飛べます。